妖怪だってありがとうございます。そう、そしてさ、そうだよね、そうだ、そうそうだ、そうだと思って、そう、あゆさっきの配信終わった後にそう思ったの、思ったっていうか、多分みんなもう分かってた方いらっしゃるかもしれないんだけど、そう、あゆはさっきの配信で思ったんですけど、そう、あのクマさんタワーっていうのかな、あれクマ、クマのクマさんのクマのやつ合ってますかね、名前の名称みたいな、そう、それを送ってくださった方いらっしゃったら、あゆそう言ってないと思って、そう自己申告で、もしあのそうさっきまでの配信でそうありましたら言ってください、すいません、ほんとそう、ちょっとすいません、 ありましたよね、全然あのここで名乗り出づらかったらあの何かで言ってくだされば、明日の朝配信5時からの配信で最初に言います、そういうので、はい、お願いします、ちょっとここは注意してみとこう、ここから、ここからはね、そうイベントになると変わるんだよね、そうだよね、すいません本当に、そう言ってください全然、はい、すいません、でもね皆さん星なども本当に本当にありがとうございます、星も嬉しい、他のギフトもありがとうございます、ありがとう、あやなさんだったと思う、お、じゃあ分かる方ね、書いて、書いて、よいしょ、応援してるようだってありがとうございます、優しい、みんな嬉しい、そうありがとうございます、ちょっと待ってね、一回最初に見てるか見てない、見てないかもしれないけど、もしかしたらね、そうどうかな、いない、あーこれ出ない、あ本当に字汚い、すいません字が汚くて、まだまだ見せてもないのに汚くてすいませんって、すごい、ちょっとこのクマさんも変だな、変なクマさん、ちょっと待ってね、よいしょ、綾野さんクマさんタワー、先ほどの回かな、先ほどの回だよね多分、2回目の回の時、ありがとうございます、クマなんか変なクマになっちゃったありがとうございます、本当にありがとうですかね、他にももし分かる方がいらっしゃいましたら先生教えてくださいませ、はい、そう、そしてそうショールーム、そうこのイベントね本当に、あゆ迷ったんですよ本当に、昨日まで迷ってたんです、そう言ったけどどうしようかなって、ここの回ねこの話ちょっとしようかな、ちょっとねそう迷ったんです、本当は今日の朝まで、昨日って言ったけど今日の朝ぐらいまでずっと迷ってたので、もそう、まあ、参加することにしたんですけど、そう途中でいろいろ変わったりとかもあってどうしようかなとも思ったの、そう迷って、でもそう、まあゆさん
そうあれじゃないですか、ああいうのを性格的に一回言ったらもうあれじゃないですか。そう、それもあって参加することにしたんですけど、でもそうモデルさんになるのもずっと夢だし、そう夢だし、でもなんて言うんですかね、こういうね、本当ね、そうだよね、そうだよね。そう、本当に迷ったんです、ショールームのイベントでそう使うのもあれだし、そうでもかといって自分でね、すぐそんなモデルさんのチャンスが来るかって言ったらそんなに来ないだろうなとも思ったの。だからここで一歩でも近づいて、そう一歩でも近づいて、そのね、そう近づけたらなって思って、そう参加やっぱりそうしようって改めて、そう今日の朝思って、そうでも本当に迷った、すごく。お話し会もあったし、お話し会のその申し込みもあったし、この間まですごい迷ったんです。そこで今ここでイベントに出てしまって本当にいいのかなってすごく迷ったの。そう完売もしてくださってたのに、そうまたここでもお願いしてしまっていいのかなってすごい悩んだんですけど、そういろいろ考えて、そう迷って決めました。そう出ようってやっぱり、そうなので本当にね、皆さんも無理のない範囲で、そうこの間本当に私会の申し込み終わったばっかだし、本当に無理ない範囲で楽しく最後まで、そう本当にそう楽しく最後までやるっていうのが僕そう一番の目標でもあるので、そうこの1週間なので楽しくいきましょう。はい、楽しくね、みんなで楽しく、そうそう3位まで入れなかったとしても楽しく、そうさっきの配信みたいに楽しくこの1週間できたらもうね一番だと思うので、みんなで楽しくいきましょう、はい、です。ちょっとうまく説明できなさすぎてちょっとあれなんですけど、本当に語彙力ないし本当にあれなんですけど、さあ文じゃないと本当に語彙力なさすぎて、文でもないのによりないんですけど、喋るとそう本当に伝わりにくいとは思うんですけど、頑張りましょうみんなで、はいです、そうです、はい。はい、でもなんか本当になんかね、ショールームのあれが変わって、初訪問って方の、そう訪問の数のあれがなんかそういっぱい出るんですけど、初めて見に来てくださる方も結構いらっしゃって、なんか見てるやつだと見てる感じそう多くて、すごい嬉しいなっていう気持ちです。そう2回目の方も多い。初訪問の方も多い。嬉しいですね。ありがとうございます。テロップ入れとこう。どうしよう。最後の配信だから。フルムのイベント中ですでにしとくね。いきなりテロップ入れちゃう。いきなりテロップ入れた。あ、そうだ、明日の時間はこの配信終わって
ちょっとちゃんと組み立ててツイッターに載せます。はい、なのでちょっとお待ちください。明日の配信時間お待ちくださいませ。すいません。通報もたくさん嬉しいね。嬉しい、そんな、ありがとうございます。ありがたい、嬉しいですね。はい、さあここの配信では、そうさっき折り紙やったので、そう折り紙は手元にはいるんですけど一旦折り紙はやらずにコメントを見るぞ。質問などありますかね、皆さん。質問ございますか。あるかな。ヤマピアユエの質問。キャー見られちゃう。見るよ、そのコメントですら見ちゃうんだからね見ちゃうんだからねって、見ちゃうよ。見てます。見てます。よく見てます。バルーン作る配信予定ある？ないかな？ないけどちょっと考えますね。でもそうバルーンアートでやりたいんだけど、結構あの耳に、多分配信見てる方であの音が嫌いな方いると思うんです。あゆも嫌いなんですけど、密かに作ってる人ながら、なんかキー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 音っていうのかな。救急音っていうのかな。そうちょいと苦手だから、苦手な方は多分多いと思うから迷いどころではありますが、ちょっと入れますね。ありがとう。イベント中にドボンとかやったらダメなのか。いいとは思うんですけど、その1台しか、そうあゆもね明日やろうかなと思ってたの。明日と明後日の朝やろうかなと思ったんですけど、その携帯1台しか持ってない方がいらっしゃったら、そのショールームも見れない、ドボンやったらショールーム見れない、かといってショールーム見てたらドボンができないっていう状況になってしまうので、そうまた別の週末にやりたいと思います。得意なモノマネ、得意なモノマネか、なんだろうな、得意なモノマネ、孔子さんできるか。前でも待って、ちょっと声作るな。あのハム太郎の子牛さんまでできるかな。ちょっと待って、ああ、あ鼻声の時できるんです。ハム太郎さんハム太郎さん、ハム太郎さんあ似てない絶対ハム太郎さん、ハム太郎さん、今小石さん、小石さんです。絶対似てない。絶対似てない。なんかやってほしいものまであります？逆にやりますよ全然。メンバーのものまねってきてた、さっきメンバーのものまね。なんだろう、さとちゃん、綿雨の中でお昼寝したい久保里奈です。綿雨大好き綿あめ大好き久保里奈です エリーはっていうやつ。エリーは待って、違うなんだっけ、どんな感じだっけ、待って、エリーはの言い方ができる。そう喋りの声の高さとかじゃなくて、
エリーはのエリーのモノマネ、エリーはの速さのエリーのモノマネ、エリーはエリーは速さね、エリーはまでの速さの言い方、発音っていうのかな、のモノマネ。今のは声の高さとか声は全然似てないからあれなんだけど、速さエリーはの速さ。でもキャラクターとかで何かあります？でもミッキーとかできるかも。ほほ、え、似てない？意外と似てた。ほほ、ちょっとこれ夜に出していい声じゃない絶対夜遅いからさハットリちゃんのモノマネ、ナさん絶対できるんだけどさ、待って、ちょっと今度見てくる、よく監視してきます。似てる、だってほら似てるでしょ、何かキャラクターの方がうまいかも、人より。キャラクター向きかもしれない、もしかしたら。キャラクターものまで、なんかキャラクターいるかな、メンバーがやっぱ多いね、メンバーのものまでが。マスオさん、マスオさんってどんな喋りだっけ。サザエイ似てない、初めてやりすぎてわかんないサザエイ似てないよね絶対、わかんない、ちょっと待って、似てんのか似てないのかももうわからない。え、マスオさんってサザエだよね。だよね、合ってるよね。え、びっくりした、のび太、のび太ってどんな声、ドラえもん、違う、ドラえもんちょっとこれどんな配信、ドラえもんジャイアンがいじめるんだどんな、絶対似てないんだよ、似てないんですよ、難しいね、みんなちょっとハイクオリティのところ行かない、ちょっとハイクオリティ行くよね、みんなハイレベルな方行っちゃうね、みんなもうちょいレベル下げよう、レベル、ね、炭治郎、ちょっとふなっしーとかもあったんで、ふなっしー楽しみ、ちょっと千葉県民だからってできるとは限らないよ、ふなっしーのもの、ふなっしー楽しい、声の高さしか合ってないでしょ絶対ふなっしーに関してはもう。炭治郎ってどうなですかですか、絶対もう似てない、名前呼んでるだけなんですよ、もうあゆ、もう名前呼んでるだけなんです。水の呼吸一の方一の方、水、ただ喋ってるだけなんです、あゆがシンプルに似てなさすぎて喋ってるだけなんですよ。しんちゃん、ほらしんのすけだぞ、似てないな、似てない、難しい、あれ何かのモノマネうまかったんだよね、なんだっけな、なんか前ショールームでやったんだよね、でも忘れちゃった、なんだろう、なんだろう、何だったんだろう、あんま覚えてないけどね、なんだった、俺俺俺俺俺おらし絶対似てない、おらしんのすけだし似てない、
ピカチュウ、ピカチュウ多分上手だ。待って、ピカチュウ、ピカピカ、ピカチュウ一番上手かもしれない今やった中で一番上手じゃない、もしかして善逸さん的だよ。ちょっとハイレベルなんですよ、もうハイレベル、ハイレベル、いやー善逸さん、善逸、いやー絶対もう似てないよ、難しいよハイレベル、ハイレベル似てるって、似てないよ絶対善逸のイメージよ、だっていやもう声カッサカサになっちゃうよでも一番似てるかもしれない今の中だったら一番ピカチュウが似てるんじゃないね、ピカチュウ、ピカ、ピ、違う、ピカチュウ、うん、違うできなくなっちゃう、一回やるとできなくなっちゃう。さっきのお兄ちゃん、どうだっけ、お兄ちゃん、あ、似てない、え、待って、似てない、お兄ちゃん似てないな、さっきの方が似てたね。ダキちゃん可愛かった、声のトーンといいさ、顔といいもなんかね、完璧な女の子だったよね。似てる、だって本当にありがとうありがとうって、ちょっとこれで牛太郎って来たらちょっとびっくりしちゃう、言うと来ちゃうんだよな言わなきゃよかったってなっちゃうやつ、これ絶対言うと来るんですよ絶対でもきっと優しいからみんな送ってこないはず、無惨様って来たじゃあ無惨様、どんなだっけ、無惨様、ほうべを垂れよちょ、似てないよ、似てないんですよ、もう本当に、ほうべを垂れちょっと似てない、どんなこと言ってるっけ、今のセリフ言ってないか、わかんない、何言ってたっけ、セリフ書いてくれてる長屋敷の三人娘、あ、炭治郎さん、あ、そうだ、これが上手だったやつ、あ、そうだ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 、みんな思い出したよ、あゆ、そう、このね、そう、長屋敷のあのね、可愛い子たちが、炭治郎さん、善逸さんがお薬飲まなくて、ただおにぎり持ってってあげよう、そうだね、うんほら一番似てるやつこれだよ、みんな思い出した、アンパンマンできてる、僕アンパンマンこれじゃないこれじゃないこれじゃないもうあんがいっぱい詰まってるアンパンマンみんな言っちゃった僕アンパンマン案がいっぱい詰まってるんだよ、今の一番最初のは絶対、僕違う、僕アンパンマン
ズ、あみたいなやつだね。チーズ上手じゃない、ピカチュウとかなんかさ、そういうあの三人娘とかなんかそういう、たまに高い系の方が声的に出やすいんですよね、低めより。そう、僕アンパンマン顔が顔が汚れて力が出ない、絶対似てない言葉喋ってる。ジャムおじさん、ジャムおじってきて、ジャムおじどんなんだっけ、アンパンマン新しい顔だよ。これバター子さんだっけ、バタコさん、バターさんだっけ、バタコさんか、バタコさんのセリフだっけ。ちょっと似てない、だんだん似てなくなっちゃった全然似てなくなっちゃった。ドナルドダック難しくない、ドナルドダックのモノマネできる子いた、友達で。愛はねできない、スティッチやってた気がする、バカスティッチ似てないけど、バカスティッチ似てないんですよ。そう、似てないけど、もっと似てる子いて、友達にスティッチも。そう、難しいよね、よく出せるよね、すごいよね、ほんと声優さんって。びっくりしちゃう。いくらちゃんだって、いくらちゃんできるんじゃ、はーいはーいいが上がりすぎ、はーい難しい。こんなさね、22時代にさ、キャラクターのモノマネやってる人絶対ないと思うしかも一人で友達とならわかるけど、一人でいないよ絶対。多分今日一人だと思う、このキャラクターのモノマネやってる人、多分世界探しても一人だと思う、一人でね。そう絶対一人。みんなもやってみてね、今見ながら、ナイと一緒にモノマネできる、なんかね、できました。難しいよねモノマネって、モノマネ本当に難しい。そんなやることなかったけどさ、生きてきててモノマネ難しいよね。世界で一人の人を見られるなんて、本当そうだよ、みんなレアだよ、もうそんなそんなねことないからね。そうそうそう、レアよレア。そう、22時にモノマネ、22時にキャラクターのモノマネっていうのが、そうレアなんですよ。そう、何がレアかっていうと、それがレアなので、そう、みんなも、でもみんなもちゃんと見ながらモノマネすればレアじゃなくなるので、モノマネしてください、みんなもキャラクターの意外と難しいよ。レアなのってきてる、レアじゃない、逆に。これが深夜の3時とかだと逆にテンションおかしくなってモノマネとかするようになりますよ。だってなんかさ、夜遅くなるにつれてさ、夜のテンションが出てくるよね。そうそう、出てくる。だからそう、夜になるとそう、みんなテンションまた違うよね。
常に無残のセリフを言って生活したいと思いますって命令系ね、命令系で生きていく。でもね、すごいよね、本当にすごい。みんな、でも鬼滅のさ新しいのもやるじゃないですか。すごい楽しみでさ、そう、もう今から早くやってほしいっていう。ムイムイの回ですよ、ムイムイとか。そう、楽しみ、楽しみじゃ。本当に見事にハマったんでさ、アニメは本当に見てこなくて今まで。そう、今はもうなんて言うんですかね、そのアニメにハマるってことがなかったんですよ。絶対見たいっていうアニメが今までなかったんだけど、鬼滅でハマりました。そう、鬼滅が唯一ハマったアニメかもしれないの中で。そう、なんか見てたりはしても、なんか絶対に見たいって思うのがそう鬼滅だった。そう、すごいよね、21年間、21じゃないなんで21歳にしちゃったんだろう、自分のこと。20歳、20年間生きてきて初だった、初の。そう、心情勝手に21にしちゃった。1年新たなあれを送ってた。マホピョンのアニハラの影響は受けなかった。あ、でも鬼滅をおすすめしてもらったのはゆずかちゃんなんですよ。そう、実はゆずかちゃんで、ゆずかちゃんからアニハラを受けてましたそうだけど教えてもらっただけなんですけどね。でもマホピョン本当に、そう、でもマホピョンは意外とそのアニメが好きな方にアニハラしてるイメージある。そうそうそう、アニハラ新たなワードよね、アニハラ。そう、アイがだから鬼滅を余ったきっかけを作ってくれたのがゆずかちゃん。そうなの。え、でもマホピョンの、本当に悲しいな、マホピョンのアニメグッズを並べてる楽屋が見れなくなるのが本当に寂しい。これも一種のアニハラ？もしかして、もしかしてアニハラだったそれそう、本当にね、楽屋の机が、あ、何で表そう、あ、このマッキーで表そう。じゃあこれが楽屋の机のテーブルだと思ってください。このそう、これを、この長さのテーブルを2人で使わなきゃいけないんですけど、ほんとここで分ければいいじゃないですか。ここはちょうど中間地点、そう、この親指の部分が中間だから、ここで分ければいいのに。で、そう、真帆ちゃんはね、このぐらい使うんですよ。そう、このぐらい使うから、そう、あゆこのぐらいでみたいな。で、真帆ちゃんはここら辺の棚にアニメのグッズをこういっぱい並べてて、そう、こっちにはね、バッグと、そう、ここに置いとく、カゴに入れて置いとく衣装とかが置いてあって、あれ、なんか真帆ちゃん真帆ちゃん、あれあれ、ここ2、あれ、あれ、3人4人ぐらい使ってるかなぐらいの2人とは思えないぐらいのあれなの。そうでも本当に可愛くて、それがあゆは全然いいなって思って、全然広げてて、って全然思ってた。アニハラだって来てるしかもね、そのアニメグッズを、アニメグッズじゃなくてもガチャガチャグッズだったりをアユの方を向けて置いてくれる時があって、これはアニハラだね可愛いんですけど、本当に嬉しかった。でもね、その楽屋が隣で本当に嬉しかった、ももちゃんと。そうそうだよ、アニハラ受けれるなんて、もうなんて幸せなんだっていう可愛いでしょ、本当に。もう全然、むしろ前テーブルなくていいから、もうむしろ全部使っていいよって思っちゃったもん。真帆ちゃんに関しては本当にもう
全部使いなって思ってた。そうそう、自分向きのもあったけど、なんかなんだっけ、何のぬいぐるみは歩向きに置いてくれてたんだっけな、なんかうわ、何だったかな、なんかちょっとあゆもそんな覚えてないんだけどそんな覚えてないんだけど、なんかね、何かなんだっけな、本当になんだっけ、全然覚えてないやけど、何かのなんか可愛いアニメではなかったんだけど、だからアニメではない何かのガチャガチャのぬいぐるみを愛の方、なんか愛ちゃんに似てるからこれ愛ちゃんの方向けとくねって言われてそう、見てこれ愛ちゃんに似てるって、見て見てって、これ愛ちゃんじゃんって、愛の方向けるんです、そう愛ちゃんの方向けとくねって、そうそうそうなの、可愛いなと思ってありがとうって言って、そう向けてもらってました。一瞬真帆ちゃんのモノマネしましたよ、あゆ見て見て見て、これあゆちゃんじゃん可愛い、ほんと録音したい、真帆ちゃんの、真帆ちゃんのね早口になる時可愛いんですよ、本当にこれやばくないってやばいんだけど可愛い、真帆ちゃん本当に可愛いんですよ、年上だけど本当になんか年上とは思えないくらいの可愛さ、でもやっぱさ、ふとした時に年上だなって思う、真帆ちゃん